ムハンマド・アフマド・ファーリスムハンマド・アフマド・ファーリスは、シリア発、唯一の宇宙飛行士、軍人、飛行士、ハレブ氏出身。1969年から1973年まで、ネイラブの空軍士官学校で学ぶ。1973年から、アラブ社会主義復興党員1973年から、ネイラブ空軍基地で飛行し、教官として勤務。 1985年9月末、宇宙飛行士候補に選抜され、10月、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで訓練に入る。1986年12月、種乗組員に指定された。1987年7月22日、ファリソが登場する、ソユーズ TM-3 が打ち上げられ、7月24日、宇宙ステーション、ニールトドッキング。 7月30日、ソユーズキエム -2 で地球に帰還し、宇宙から眺めた地球には、国境の傷跡はどこにも見当たらなかったとコメントした。同日、ソ連邦英雄の称号トレーニン勲章が授与された。宇宙飛行後、シリア空軍勤務に戻る。2001年、ハレブの飛行士訓練学校の校長。2012年8月4日、シリア内戦で、 反政府武装組織自由シリア軍に参加してトルコに亡命した。2016年3月、シリア難民の一人としてトルコでインタビューを受け、難民を望まないのなら、ヨーロッパはこの政権を追放するために我々を支援すべきだと述べ、さらに独裁者バッシャール・アサドの側に立ち、飛行機でシリアの人々を殺し始めた、ロシアの干渉を非常に残念に思うと付け加えた。 ありがとうございます。